どうも、トウゼルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということで、皆さんお久しぶりでございます。昨日までね、約1週間ほどかな、ロンドンに行っておりました。で、クラロワのね、世界一決定戦だったりとか、まあ、ロンドンのね、街並みをこう見たりとかいろいろしてきたわけなんですけれども、まあ、久しぶりに自宅に帰ってきてこうやって実況していると、まあ、戻ってきたなとちょっとソワソワしてますけどね。はい、ということで今日からまた平常運転で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日の、動画なんですけれども、今日はね、シーズンが終了したので恒例のドラフト宝箱引いて、あと左下になんかセールが来てるのかな、これちょっと、まだ見てないのでわからないんですけれども、こちら宝箱を、引いていく感じの動画にしていけたらなと思っております。さあ、ということで引いていきましょう。今ね、ウルトラレアで欲しいのは、まあ、ダークネクロ、もしくはそうだな、ダークネクロメガナイト、まあ、ここら辺ですかね。あとエレクトロウィズとかアイスウィズとか、まあ、そこら辺の、最近トレンドになっているね、ウルトラレアちょっと狙って引いていきたいと思います。それでは参りましょう。今シーズンはね、あんまりトロ上げ時間かけてできなかったので、あとシーズン終了の時にロンドンにいてめちゃめちゃ電波が悪かったんで、ロンドンの人どうやってクラロワしてるんだろうっていうぐらい電波が悪かったですさあ、ということで、まあ、ここら辺はね、あのパコパコ引いていきたいと思います。さあ、そしてアーチャー、そしてあ、ホバリング砲は完走してないんで、ホバリング砲引いてって、そしておおお、あ、ウルトラレア、え、2枚ってことこれ、あ、違うか、最後スーパーレアパターンか、ちょっと興奮してしまいました。ね、これ右にしときましょうか、ゴールドたくさんもらえる。さあ、そしてウルトラレア行きましょう、レッツゴー、頼む、プリンセスとローリングと以外、よし、あー、これはいいんじゃない、結構どっちがいいかな、どっちも、レベルが今4なので、まあエレウィズですかね。ユーノもすごく優秀ですし、多分今後まだ下方修正は来ないと思うんで、ユーノっていう選択肢もあるんですけど、レベル5にするまでちょっと長いからな、エレウィズにしとこうか。いや、でもここは将来的な長い目で見てユーノにするべきか、これ結構悩むな、結構悩みますね。あの星度的具合として一緒なんですよ。まあでもエレウィズかな、エレウィズにしときましょうか、ぽい。さあ、そしてラストが、おー、これはムートですかね。あ、どっちもでももうカンストマイス持ってるのか。ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、なかなかの宝箱でございました。ウルトラレア出てきてよかった。そして、特別提供品。こちらは、何のことだろう。おー、ウルトラレア宝箱。来てるね、今日。今日来てますね。やっぱりね、エレクトロウィズゲットしたんで、ちょっとダークネクロね。まあ、最近やっぱダークネクロの強さが改めて、こう強いなって感じている今日この頃でございますよ、本当に。あ、世界一決定戦ではでもダークネクロ使ってる人いなかったですね。てか、あそこまで上手い人たちの戦いになると、本当に、こう、確定ダメージの戦いになるんだなっていうのを改めて感じました。その、なんて言うんだろう。重量級使ってさ、攻めてっても、うまくみんな守って、で、確定ダメージしか入らない。ディガープラスポイズンだったりとか、ゴブリンバレルとか、そういったこう確定ダメージメインの戦い方がすごい、やっぱみんなこうハイレベルの人たちは、まあ、そういう戦いになってくるんだろうな。で、守りが上手くないとね、もちろんそういった戦いはできないんですけれども、ということで雑談を置いといて、こちら引いていきましょうか、来い、カモン。さあ、来い、ダークネクロ、おい、おお、エレクトロウィザード2枚目、すげえ1日で同じウルトラレア2枚ゲットできたのはすごい嬉しいですね。さあ、ということで、まあ、一つね、カンストに近づいたエレクトロウィザードなんですけれども、ちょっとね、前回のシーズンは、ゴーレムを封印して戦ってたんですよね。ここら辺も回収しとこうか。で、今シーズンどうしようかなと思っているんですけれども、まだちょっとゴーレム以外のやつも練習していきたいなと思っているんですが、今シーズンは26日か、まあ普通ぐらいかな、長くもないし短くもないといった感じでしょうか。そうだな、今シーズン、ゴーレムなしで5800いこう、5800、ここちょっと目指してね、今シーズンもゴーレムを封印したまま、マルチちょっと頑張っていきたいなと思っております。やっぱゴーレムに甘えちゃうといつまでたってもその自分の得意戦術一つしかこう使えないね、なんていうんだろう、ワンパターンのドズルから脱出できないと思うんで、まあ、今シーズンもゴーレム以外でマルチは回して、まあ、グラチャレとかでね、ゴーレム使いたくなったらグラチャレとかフレンドバトルで、ゴーレム使っていこうかなと思っております。さあ、ということでマルチいきましょうか。このなんていうんだろう、シーズンスタートそのね、マルチっていうのは重要なんで、どれでいこうかな。ラバーハウンドは、ラバーハウンドね、今ラバーハウンド使いの皆さんぜひ教えてほしいんですけど、ツイッターとかでもね結構聞いているんですが、呪文何が正解なんだろう。じゃあペッカクロスでいこうか。呪文がそのラバーハウンドだと今ライトニングがやっぱ弱いじゃないですか。っていうところで何が一番こうベストアンサーなのかなっていうのを探り探りやってるんですけど、難しいですね。さあ、ということで、お、さっきゲットしたエレクトロウィザード、おおお、ちょっと待って、スパーキーか。スパーキーに対してはエレクトロウィザード
すごくね相性がいいんで、相手が例えばジャイアント重ねてきても、何重ねてきたとしてもエルイズで処理しちゃいましょう。どうしようかな。あ、ファルチェね。もうファルチェ見てしまうとちょっとあのフッチさんの試合を思い出してしまうんで、あんまり見たくないんですけど。あ、これはペッカ重ねてが正解だったかな。さあエルイズ、早出ろ早出ろ。おおお、え、何今の。危な、え、ちょ待ってちょ待ってちょ待って、めっちゃ待ってすげえすげえすげえ。いや悪い、回線が悪い。大丈夫か大丈夫か。なんで変な Wi-Fi 拾っちゃってるのかな。ちょっと今日調子が悪いですね。さあということで、これみんなに伝わってるよね、大丈夫だよね。さあめちゃめちゃ日本に帰ってきて下手になったかと思ったわ自分が。さあここからはもう相性的には抜群にいいですね。うん、相手のスパーキーに対してはエルイズ、そしてジャイアントに対してはペッカを重ねれるというね、すごく相性がいい組み合わせなので、もうペッカデッキで勝つ勢いでいきましょう。これ大丈夫かな。エルイズちゃんと重ねれる。オッケー。お、ジャイアント来ない。来て。ちょっと待って。エルイズ、オッケー。危ねえ。そして、ファルチェ。あ、やばい。これやっちまった。トルネードが。え、ちょっと待って。マジでやばいって、これ。おい。ああ、何が。ちょっと、何が起きている、私の部屋で。ちょっと待ってよ、マジで。多分 Wi-Fi 変なの拾ってるわ、確実に。こんな、だって、こんなことないもん。それか、携帯がちょっとロンドン風になってる。いや、困ったなぁ。とりあえず転がして、まあ、こっからでもね、勝利はできますよ。よし、ここで一気に行こう。はよ、出ろ！はよ、あ、もう出てない。あ、出てるんかい！後ろからペッカ出しちゃった。もう、本当に、イライラする。ここはもういいです。ペッカファルチュ作って、はよ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 。もう。ちょ。よし、そしてエルイズを出す。エルイズを出す、オッケー。で、多分、オッケー。まだあるぞ。あと30秒。ちょ待って。頼む。ここで止まらないで。頼むって。よし、いけ。よし、攻めの形できたぞ。これはいい。オッケー。で、ペッカ逆サイド。オッケー丸でございますよ。さあ、どうだ？悪くないよ。時間厳しい。厳しみが深い。頼む。あー、ダメか。グッドゲーム。いや、ちょっとね、もう一回やらせて。さすがに回線悪すぎるわ。これちょっと、驚きの回線の悪さでしたね。さあ、スタートダッシュは今シーズンはちょっと良くないな。ほら、Wi-Fi 消しときましょう。Wi-Fi 消して、これでスタート。これで多分いけるはず。うん、Wi-Fi はね、なんかこうオンにしとくと、なんか変な Wi-Fi 拾っちゃいますよね。セブンイレブンの近く行ったら、セブンの Wi-Fi 拾っちゃうっていうのは、皆さん、一回は経験したことあると思うんですけど、あ、ちょっと本当に電波悪いな、なんか。どうした？私の家の周りの電柱全部引っこ抜かれたか？さあ、ということで、仕切り直していきましょう。さあ、これで多分回線ね、Wi-Fi も切って、多分いい感じになったはず。そして今回もタワーレベルは格下、絶対に勝つ。さあ、ということで、参りましょう。まず受けから入りましょうかね。ペッカもファルチもやっぱりね、受けから作った方が強いデッキなので、まあ、一旦守りから。オッケー来た。2連続ジャイアントを引き当てる。で、普段は、このクロスボウデッキっていうのは、ペッカに対してじゃない、ジャイアントに対して弱いんですよね。弱いんですが、なんとこのデッキ、ジャイアントが切ったらペッカデッキに変身できるというね、素晴らしいデッキでございます。ちなみにみかん坊やさんに教えてもらいました。ロンドン滞在中に。さあ、いいぞ。あ、これはいいんじゃないか。あ、勝ちましたね、これ。エルウィズ。おっと、ここはね、あえてのエルウィズを出すことによって、防衛を作りたかったんだが、どうだ。頼む。よし、ナイスペッカ。そしてエルウィズ、オッケー。悪くないよ。で、この間に、相手がね、私の防衛ユニットに宿泊している間にエリクサポンポを立てると。完璧じゃないか。あ、アーチャーに振り向け。ああ、振り向かないか。ここどう行くのが正解なんだろうね。ローリングッドで一回転がしといて、こうかな。おお、完璧。相手なんか出したな。よし、完璧用ですね。さあ、そして、後ろからペッカ出しとこうか。じゃ、これはもう無視でいい。無視する、まであるね。無視も辞さない覚悟。さあ、そしてペッカで形を作って、クロスボウ立てていきます。そうすると相手はジャイアントで受けるとペッカにやられて、もうちょっとね、これは相手にとってはストレスフルなんじゃないでしょうか。さあ、来い。
よし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 、ボムタワー間に合わずですね。でこのエルイズだとここから攻撃できるはず。せんのかい。さあどう、 OK 勝ちましたな。これはこれは悪いが勝たせていただいた。さあローリングッドでゴロリンチョして左のタワーはガッツと OK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 。 あとはもうエリポン立てながら引きこもりクロスボウで勝ちですね。やっぱ引きこもりがいいですね本当に。うん、やっぱこう海外旅行に行くと改めて感じる自宅の素晴らしさ、うん、それはやっぱ感じますね。ここはじゃあちょっと右下にエルイズを出しつつも、適当に戦ってても勝てると思うけど、あでもちょっとやばいか、ちょっとやばいか。いやこのデッキ結構ね重いですね。ファルチェとかエルイズがやっぱ4コスト5コストあるんで、適当に戦っとくとエリクサー不足になって逆サイドバコっておられるわ。よしこれで OK、 ジュイーンって吸って OK ですかね。1対0で勝利と。いやー久しぶりになんかゲーム実況してると楽しいですねなんかなんて言うんだろう、普段ももちろん楽しくゲーム実況やらせていただいているんですが、いや改めてねこうやって久しぶりにやることってこう実感するじゃないですか。うん、今日朝ね松屋に行ってきたんですけど、松屋の牛丼がねもう本当に美味しく感じたこうなくなって気づく改めてねこういつも通りのありがたさというか、まあ、実況も含めてね、まあ、今後もちょっといつものこの日常に感謝しながらこれからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なんかいいこと風のこと言ったけど別にいいこと言ってるわけではありません。はい、ということでじゃあ本日のね、動画はこんな感じで終わりたいと思うんですけれども、明日からね実はあれなんですよ、私ちょっと2日間お休みをいただいて旅行に行ってくるんですけど、まあ、今日ため撮りをして、まあ、明日とか動画休まずに更新できるように頑張っていきたいと思いますが、またツイッターとかでね旅行の様子とかはお送りしていこうかなと思います。はい、ということでじゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。